ポケモンソウルシルバー続きやっていきましょう。パート3ですね。今回は、ついに最初のジム、奇境シティのジムに挑戦しようと思います。はい、それでは早速行きましょうか。まあ、水鉄砲ぐらいしか覚えていないこの黒台でなんとかいけるんじゃないかと思うので、入っていきましょう。ああ。もう全然覚えてない。おっす、未来のチャンピオン。ジムリーダー、ハヤトに挑戦しに来たんだろ？大歓迎と言いたいところだが、ちょっと待った。この町にはマダツボミの塔という修行の場所がある。そこの修行に耐えられるぐらいでないとジムに挑戦するなんてまだまだ早いだろうな。なんだ、マダツボミの塔。ここか？まあ、ここでしょうね。話を聞こう。ま、ポケギアのま、メモ、その話ね。ここでしょう。マダツボミの塔。でもマダツボミが出てくるんだったらさ、ちょっと、しんどくないか？さあ。30メートルもの巨大なマダツボミ、その体が塔の中心の柱になったと言われている。ちょっと草タイプのねポケモンに対してワニの子だけではきついんじゃないか。でもなんか草タイプな感じしないけどね。まあいいや、ちょっと戦ってみよう。我々大暴れしてもこの塔はびくともしません。何タイプだ。なんか格闘の感じがするけどまだつぼみなんだ。しんどいしんどい。まだつぼみ、あでも一撃だ。まあ、ひっかくで一撃だとしても正直これ以上のレベルで来られると10レベとかで来られるときつい気はするな。まあ今のところはワンパンだからいいかもしれないけど、このマダツボミ連発はきつくない？いやそうだよね、鶴の鞭とか来るよね。まあでも2しか食らってないけど、レベル的には勝ってるけどもっていう感じだよね。タイプ的には最悪だから、これちょっとポッポの出番とかも来るのかな。ただ事務戦が何タイプかにもよるけど、このマダツボミの塔を攻略して、で、事務戦を攻略して今回は終わりなのかな。いや、マダツボミマジで連発すんな。そこまで連発されるとね、なかなかしんどい戦いになってくると思うけど、マダツボミしか出してこん。マジでマダツボミしか出してこん。そしてレベルが上がった。これはありがたい。あ、噛みつく覚えた。これでかいね。怒りは捨てちゃいます。おお、ここで噛みつく覚えたのはでかい。これワンチャンひるみもあるからマジででかいぞこれ。で、威力ももちろん上がってるはずなので、OKOK。で、上に上がって、これは、アイテムがある。よく当たる。まあ、この辺の戦闘用アイテムはそんな使わないかな。そして、ここでまた、どうせマダツボミ使いに出会ったね。さあ、マダツボミ出してこい。
レベル3マダツボミしか出してこんかっていうぐらいみんなレベル3マダツボミだな。これはもう全部ワンパンでしょ。はい、マダツボミの連発を倒して、先に進みますね。お、ここが頂上？明らかになんか3連戦、2連戦。そんな感じがする。そして傷薬が置いてあっての、とりあえず、この二人かな、まず倒します。さあここでマダツボミはレベル6になったけど、まあ噛みつくで余裕でしょう。あった噛みつくだけでは倒せなかったが、そうかレベル6でもワンパンはできないんだ。なかなかだからレベル10とか来られるときつい気はするんだよな。鶴の鞭の反撃を一発食らっちゃうからね。さあここでもしかして居合切りもらえるとかあるかな。なんかそんな気はするけど。さあそして噛みつく、ワンチャンひるみもあるからね。オッケー、ワンパン。さあレベル14になった。あと2レベルでもうワニの子は進化するよ。なのでこの人かな。ああ戦闘ね。あなたがポケモンをどれだけ信頼しているか私が確かめましょう。試しましょうか。さあこの人は2体マダツボミ7レベル。ワンチャンひるみ来い。ワンチャンひるみ。ひるまんな。まあでも成長なんでこれはありがたいね。そしてあラスト方法だ。ここへ来てマダツボミではない方法を出してきた。まあでもワンパンはできないか。しょうがないね。オッケー、もうレベル15が近づいてきた。そして336円で、あこっちでいいのか。お、ライバルがいる。そなたの実力確かに偽りなし。約束した通り。あー技マシンだがもう一丁ん？もうちっとポケモンをいたわるべき。そなたの戦いはあまりにも厳しすぎる。ポケモンは戦いの道具などではない。アンリね。ん、偉そうに長老なんて名乗ってるくせして全然歯応えねえじゃねえか。当然だな、ポケモンに優しくとかそんな甘いことを言ってるやつに俺が負けるわけない。俺にとって大事なのは強く勝てるポケモンだけ。それ以外のポケモンなんかどうだっていいのさ。穴抜けの紐でさよならか。なるほど。でこのアイテムもらって穴抜けの紐明らかに使ってくれという感じですけど、よくぞここまで参られた。このマダツボミの塔はポケモンと人が明るい未来を築けるか修行で確かめる場所。そして最後の試練はこの私。ではそなたとのポケモンの絆確かめさせてもらいますぞ。さあ事務戦前の腕試しと、レベル7マダツボミ、まあ、反撃の鶴の鞭が、あ、ワンパンした。これは、ありがたい。タッチペンが落ちちゃった。そして怖い顔か。怖い顔のがいいんじゃないか？あ、でも素早さこれガクッと下げるって合ってるっけ？まあいいや。噛みつくでマダツボミレベル7をもう一度ワンパンする。 OK。 さああと1体方法ね。そしてもう
アリゲイツに進化するね。あーでひるんだ。これこれこれ、噛みつくはこれがあるからでかいんだよね。オッケー、長老を余裕で倒した。そして1200円、これはありがたい。うーん、そなたの戦い方実に無駄がない。それならば隼人殿とも互角に渡り合えるであろう。そしてそなたならばこれも使いこなせるであろう。フラッシュ、あーフラッシュであの洞窟を照らせるね。うん、マダツボミなのに覚えさせるが良いであろう。なるほど、マダツボミ推しがすごいけど、これで戻ればいいかな。で穴抜けの紐を使って戻ってもいいけど、あこれで何、野生が出てくんの。え、じゃあマダツボミも出てくるんじゃないの。おそらくそうだよね。だったらマダツボミを捕まえて、でフラッシュを覚えさせれば、それで一件落着とかじゃないかな。これ降りて、で野生全然出てこんけど、全然出てこないまま抜けちゃった。まあいいや。じゃあ事務戦に挑みますが、その前に回復。よーし、回復とレポートを書いたので、いよいよね最初の事務戦向かいましょう。改めて変わってるね。おっす、未来のチャンピオン。俺はトレーナーじゃないが、アドバイスはできる。信じろよ、信じればチャンピオンも夢じゃない。草タイプは飛行タイプとものすごく相性が悪い、要注意だぜ。どうやらこれ草タイプだね。最初のジム無意味な高さに驚いた。あ飛行か。あ最初のジムこれ飛行なの。なるほどね。まあでも飛行タイプってさ、まあ悪くないな。草タイプよりはマシだったから。つつくでもまあ3ダメージぐらいか、だったらいけるわ。で多分次の人あたりでレベル16になって、で進化した状態で最後戦えるんじゃないかな。あここ進むでしょ。であと一人、こいつを倒して進化した状態で戦えばおそらく勝てるんではないかと。これじゃあもう噛みつくで半分、あーワンパンした、これはでかい。でポッポ、あそうか、そもそもあれだよね、黒ダイって特攻下がるっていうか能力補正は 0.9 倍だから、噛みつくのがもしかしたらダメージ入るかもしれんな。あーその可能性一理あるな。ということでレベル16になりました。これで進化が入らない。あれあれ、レベル16で進化じゃないっけ、間違えたか。まあいいや、俺はそれが許せない。あなんかもう話飛ばしちゃった。大空を華麗に舞う、鳥ポケモンの本当の凄さ思い知らせてやるよ。さあ最初のジム、奇境シティ、ジムリーダーハヤト、1バッチ目戦います。ポッポ、まあこの感じでいくとそんなに強くないんだけど、わひるんだ、これはでかい。いや噛みつくのひるみマジででかいな。そしてピジョン、あーやっぱそうだね。でピジョンがレベル13で噛みつくで、あピジョンのが早い。
オッケーオッケーオッケー。で半分いかないか。うーん、怖い顔して噛みつくするか。羽休め覚えんの。なるほど。じゃあこれ怖い顔してこれは正解だね。で素早さガクッと下がって、これ2段階下がってるから噛みつくでひるます。ひるんだ。これはでかい。で水鉄砲、多分ね噛みつくのが入るんだよね。あー羽休めか。まあ、だとしても噛みつくが20回打てるから、おい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 、羽休めやめてくれよ。それはちょっと卑怯なんじゃないか。おし、風起こしできた。急所には当たってほしくないけど、ひるめ。ひるまないか。ちょっとこの羽休めループはもどかしいけど、よし、ひるんだ。もう一回ひるめば勝ちだぞ。ひるめ。よーし。で傷薬使われなければ OK。 いや、なかなか歯応えのある試合だったな。ただ16レベルで進化しなかったのがちょっとこの戦いを呼んでしまったっていうのもあるけど、進化してたら多分余裕だったね。飼育士を父さんが大切にしていたポケモンが、だが負けたことは仕方ない。ジムを突破した証としてポケモンリーグ公認のジムバッジ持っていくよ。俺から君に送るのはこのウィングバッジだ。ウィングバッジをもらいました。よし、1個目のジム突破。そのバッジがあれば人からもらったポケモンでもレベル20までのポケモンが言うことを聞くようになるだろう。さらに秘伝技の岩砕きが使えるようにもなる。技マシンもらいました。羽休め、もしかして。一瞬で技を教えることができる。51羽休め。マジでか。次は日和田タウン。なるほど。羽休めもらっちゃった。いきなりそんないい技もらっちゃっていいんすかっていうぐらい。だったら鳥ポケモンを早々にね育てたい気はするけど、ここで宇津木博士から、あれからさらに分かったことがある。詳しくは言えないんだけど、やっぱりあの卵は君が持っていてほしい。助手が気境のフレンドリーショップにいる。あ、オッケー。気境シティのフレンドリーショップね。ここか。助手がいるはず。あ、いたね。で、なんか釣り人もいる。リーベ君お久しぶりです。宇津木博士に頼まれて君を待っていた。実はですね、あのポケモンの卵を育ててほしいんです。はい、受け取っちゃったよ。あの後宇津木博士に誰かから電話があって、しばらく何かの話をしていたかと思ったら突然博士が、そういうことならリーベ君しかいない。あ、何が起きた。ポケモンの卵は元気なポケモンのそばである程度時間が経たないと生まれてこない。だったらこの卵を早速返してもいいんだけど、お母さんからお届け物。いい傷薬。はい、もらいました。何それ。そんな音、釣り人じゃないか、あれ。釣り人じゃ、なんだまた。イベントばっかやな。あれ、まあ、その卵は。なるほど。ポケモン G 班から、宇津木班へ、そして宇津木班からアンさんへ。そうどすか。それはほんまに大事な卵やさかいにしっかり育てて送りやす。よろしおすな。ほな頼んますえ。え、誰やったん。全然わからんが。なのでまあ、早々に1バッジ手に入れちゃったので、まあ、一旦回復させて、はい、またマダツボミの塔に行って、マダツボミをちょっと捕まえてフラッシュを覚えさせようかな。なんか今ね、マダツボミ出ないなと思ったら、
どうやらマダツボミの塔にマダツボミって出ないんだね。それは知らんかったわっていうか、それでマダツボミの塔って名乗っていいのかっていうのはあるけど、コラッタぐらいしか出ないんだよ本当に。なので別の場所にマダツボミが出るんじゃないかな。そうしたらだとすると、ちょっとこっちの方行ってみようか。行けるだけちょっと行ってみましょう。36番道路、アルフの遺跡北側入り口。アルフの遺跡、あ、これウソッキーだな。アルフの入りぐ、遺跡ってなんや。なんだこの遺跡。アルフの遺跡。考古学に興味のある方、見学はご自由にどうぞ。おお、なんだここ、全然覚えてね。遺跡研究所。謎の大広間、足元にご注意ください。アルフの遺跡、あ、ここってアンノーンとか出る。うわー、なんか大広間、うわー、なんか入ってった。これポケモン出るでしょ。出ないん？ここポケモン出ないのかな。広い部屋だけど何もない。変わった遺跡だね。へえ。面白いっていうか、カビ臭いっていうか、要するに神秘的な感じよね。何も分かってない人。だからなんかポケモン出なさそうなんで、どうしようかね。まあ、今回ここで終わってもいいんだけど、マダツボミ捕まえたいだけなんだよな、あと。それができたら今日は終わろうかなと思ったんだけど、マダツボミが出てきてくれないから、なんかアーボ出てきちゃった。だったら、これはもう17レベルにしてみる。で、ワニの子が17レベルで、あ、いいポケモンを連れておる。それもこれも奇境でいろいろ鍛えたからだろう。特にポケモンジムでの修行はためになったはず。奇境に来た記念を。ポケモンに戻せると草タイプの、あー、奇跡の種。ここでもらうんだ。アーボとかが出てきてるからな。ワンチャンマダツボミも出んか。まあ、じゃあレベル17に頑張ってしてみるか。それで今回終わりましょうかね。次あたりでレベルが上がってくると思うので。あ、そしてマダツボミ出てきた。マダツボミ出てきたからこれ捕まえるわ。あ、でも噛みつくだと倒しちゃう。あ、倒しちゃった。で、経験値がうまい。そしてレベル17、進化は、あ、まだしない。18か。ワニの子さんの進化は、あ、18だ。18でした。で、オーダイルはレベル30なんだ。なるほどね。というか、もうレベル17の引っかくでもこれ倒しちゃいそうな。あー、よく耐えてくれた。これで、急所に当たった。結構入った。ボール、よし。マダツボミ捕まえて、
捕まるよね。 OK で、フラッシュ覚えさせて今回は終わりましょうか。はい、まだつぼみ、まあそのまま戦力に入れてもね面白いかなって思うわ。ニックネーム一応つけとこうか。はい、ニックネームつぼでいきます。うん、普通に戦力に入れてもいいかな。で、なんか来た。ゴロウ。リビ君、こんにちは。ゴロウだけど元気。俺のかっこいいコラッタのこと、君は覚えているか？俺のコラッタ、そこら中のコラッタとは違うからな。コラッタ1のコラッタなんだよ。何言ってるかわかるかな？ゴロウ君ってだってあれ、一番最初に戦った人でしょ？そんな人ともう一回戦ってもなっていう感じなので、あ、そうそう、まだつぼみ、HP1 で耐えてたか。技を覚えさせます。バッグから、技マシン、フラッシュ、使う。で、まだつぼみに覚えさせると。よし、これで、OK。今回はここまでにします。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。